ばんは、町通りチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、静岡県、三島市、三島駅に来てます。JR の、ね、三島駅ですね。三島駅の、ね、周辺を、歩いていきたいと思います。今日はですね、2022年の6月11日土曜日、時間はですね、午後8時半ですね。ではですね、駅周辺を歩いていきたいと思います。新幹線のね、光の止まる駅なんで、大きな駅ですよね。やっぱ便利だからか、人も結構やっぱり多くて、そして鳥が結構駅前で鳴いてます。
かね、昔懐かしい感じのね、こういう看板があって。こっち行ってみましょうか。三島駅前通り名店街っていう飲み屋街みたいな感じなんですね。スナックとかお料理屋さんとかそういうのがいっぱいあります。どうもこの辺りお祭りみたいで、聞こえますかね、祭り囃子というんですかね。天然記念物名称60円。60円でいいですかね。ちょっとわかんないんですけど。
Thank you.
これですね、左に行くと、三島広小路のね、駅の方に行くんですけども、三島駅の方に戻りたいので、右に進んでいきたいと思います。ちょっとね、地味な道がこう続くんですけど、右に曲がれば JR 三島750m。この辺でもうっすらと。お囃子の音がしますよね。右側にね、隆起したような土地があって、その関係もあって駅までは軽い上り坂で結構息切れします。
前が見えてきましたね。この信号を渡ったところで撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。伊豆箱根鉄道の駅ね、5箇所ね、歩いてきたんですけども、5つの駅ですね、その周辺を歩いてきたんですけども、合わせてねご覧いただけると嬉しいです。本日もご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらですね、チャンネル登録、いいね押していただけると嬉しいです。ではありがとうございました。